2014年アフガニスタン大統領選挙は2014年に行われたアフガニスタンイスラーム共和国の大統領を選出する選挙である。2014年4月5日に第1回投票、同年6月14日第2回投票が実施された。当選者はアシュラフガニー・アフマドザイ、ハーミド・カルザイ大統領は憲法の参戦禁止規定により立候補できない。 決選投票の暫定結果は7月2日、最終結果は同月22日に発表される予定だったが、不正疑惑が浮上し、すべての票の点検、最終形作業が行われた。アメリカの仲介もあり、選挙に敗れた側も重要なポストを担うことで合意していたが、ポストの権限についてまとまらず、最終形数量が発表された後も選挙結果が、 発表されていなかったが、両者が9月21日に挙国一致の政権づくりに向けた合意文書に署名。同日、ガニーが新大統領となることが発表された。第1回投票で過半数を得票する者がいなかった場合には、上位2名による決選投票が実施される。有権者は18歳以上。27人が立候補の届け出を行い。 11人が独立選挙委員会による資格審査を通過し、立候補を認められた。2013年11月20日、資格審査を通過し、立候補を認められた11人が発表された。2014年2月2日、選挙戦開始。3月5日、アブドゥルカイユムカルザイが選挙戦からの撤退を発表。3月16日、アブドゥラヒーム・アルダクが、 選挙戦からの撤退を表明。3月26日、サルダールもハンマド・ナディール・ナイームが選挙戦から撤退。4月5日、投票が実施された。ターリバーンが選挙の妨害を予告しており、実際にテロが発生。4月5日の投票当日だけで各地のテロで20人が死亡した。しかし、妨害の規模は想定を下回るもので、 投票率は前回より高いものとなった。4月26日、開票率100%の暫定結果が発表された。確定結果は5月14日に発表。5月3日、グルアーガーシェールザイが決戦投票でのアブドンラー・アブドンラーに対する指示を表明。5月11日、ザルマイ・ラスールが決戦投票でのアブドンラー・アブドンラーに対する指示を表明。5月15日、 1> 第1回投票の最終結果が発表された。決選投票は6月14日に実施。6月14日、決選投票が行われた。7月2日、独立選挙委員会が透明性確保を理由に暫定結果発表を同月7日に延期すると発表した。7月7日、決選投票の暫定結果が発表された。第1回投票で1位であった。 アブドラー・アブドラーの陣営は不正があったとして結果の受け入れ拒否を表明した。7月13日、アブドラー・ガニー・リョ陣営が全票の最終形の実施することで合意した。最終形作業は同月17日から開始され、9月5日に最終形の終了が発表された。9月21日、両候補が挙国一致政権の枠組みに関する合意文書に 署名し、同日、独立選挙委員会により、アシュラフガニーの当選が発表された。ありがとうございます。